キング配信の時間だ。その前にちょっと失礼します。ちょっと立て込んでおりまして、少々お待ちください。大丈夫か、これで。よし、ということで、クッキングタイムです。さあ、最近さ、長所と短所教えてくださいみたいなやつ聞いたじゃないですか。私の、あー、キッチンがバレるなそれね、ありがとうございました。ということで、クックしていきたいと思います。まあ、今日作るのはね、フーチャンプルーなわけなんですけど、仕事に使わせていただきました。ありがとね。ということでね、フーチャンプルを作っていくんですけど、まあね、人参と玉ねぎを切れば、もう焼いて終わりなんですけど、この人参と玉ねぎを切るのがね、大変かしらと思ってたんですけど、多分大変でもなんでもない、きっと。1位の方とちょっとまだ100万ポイント差離れてますが、頑張って。ということで、とりあえず人参をピーラーしていきます。日曜日ご飯を炊いて冷凍したんでないんですけど、 ないんですけどっていうか、そのほかほかご飯とかはねないんですけど、そうって感じです。100円ローソンって結構なんか野菜とか売ってますよ。なんか便利。便利でござんすよ。とりあえず人参をピーラーしていくよ。皮の方をピーラーします。私ね、ちょっとね、おー、ちょっと沖縄タイムが入ってるので、ちょっとのんびりしちゃうことがね、
多々あるんで、ちょっとこれは時間制限されてるイベントなんでね、ちょっとテキパキやっていくんだな。人参のピーラー剥きが終わりました。次は、ああごめんなさいごめんなさいごめんなさい、うるさいですね。あの、あ、皮を剥き終わったんで、とりあえず人参を切っていきます。え、皆さんから見てさ、私ってさ、なんかどう思われてるんだろう。なんかバカだと思われてるのか、何もできないやつって思われてるのか、どうなんですかね。どう思われてるんだろう。あれれれれ。人参はピーラーします。なんかずっと包丁で切ってたんですけど、人参なんかピーラーやった方が効率が早いということに最近リラちゃんは気づいた気づいたんで、とりあえずピーラーでピーラーするよ。料理とかできないって思われてそう。どう思われたい？天才だと思われたいそれはそうだけど、なんかバカにされるの嫌いなんで私。なんかバカにされた瞬間なんかあーあーって思っちゃうね。あ、そんなこと言うんだとか思っちゃいますね。内心ね思ってる。言わないけどね。でもなんかあん、そのガサツって最近めっちゃ言われるんだよな。まあ、ガサツだからしょうがないんですけど。あ、全然一通りのことは私できますよ。本当に。これは明日も食べれる分くらいいいかな、こんくらいで。人参、人参は切りました。ピーラーしました。人参、いや、カレーじゃないよ。あの人参しりしりっていう、あ、間違えた、人参しりしりは大嘘だったわ、ごめん。人参しりしりは大嘘、フーチャンプルっていう沖縄の野菜炒めみたいな作ってます。人参切り終わったんで、とりあえず玉ねぎ切ればいい。これこの子たちも切ったらあとはね炒めるだけなの。ちょっと工程が見えませんよね。うん、やだな、ちょっとキッチンさ、あ、ちょっと、はい、これで許して。じゃあ私のキッチンなんか引っ越してから、引っ越してきてからのレシートまみれなんだよね。なんかだからレシートって取っといた方がいいっていうじゃないですか。全部取ってるんだけど、玉ねぎ、ネギ、ネギ、
ネギネギネギこんくらいでいいかな。私は何食分作ろうとしてるんだろう一体。これ全部レシートです。あんまり見せたくないけどレシートが大量。あ、玉ねぎ切ったよ。中途半端な量残しました。ということで人参と玉ねぎを切り終わりました。人参と玉ねぎ切ったよ。なんかさ OL がさ会社から帰ってきたみたいな感じだね。白シャツしか着てないから。フライパンを一度洗います。野菜炒め作ってます。野菜炒めを作ってあるよ。じゃあ麩をねふやかしてた麩ちゃんがねそろそろいい感じになってくれてるんじゃないと思いますんで麩をね絞っていくで。麩がふやけてきた。麩だけなんか事前にね、そうやってたんですよ。うわっ、めっちゃ飛び散った。麩、これですね、主役、本日の主役。なんか自分で沖縄から買ってきたやつですね。この麩は、この麩は買ってきたやつ。麩はねしっかりと絞ります。よいしょ。この絞った麩はですねここに入れて、お、まだ15分、ちょっと待って、いけるんじゃない。卵に入れます。卵を入れます。この麩を、麩のところに卵を入れて
割り箸ちゃんで混ぜます。こうね、卵と絡ませ合う、絡ませるんです。こうやってなんで絡ませるのかは知らないんですけど、絡ませるみたいです車麩しか食べないんじゃない、だからフーチャンプルのあれが車麩なんじゃないかな。あ、そう、フレンチトーストみたいにこうやってね、こうやってやります。では焼いてくで、焼いてきます。最近ね、気づいたやり方があるんですけど、風をまず最初に炒めるとおいしいっていうことに気づいたんですよ。なので風から先に炒める。もやしちゃんを洗います。もやし洗わないって言ったら、もやしはちゃんと洗いなさいみたいなコメントが前来たんで、もやしは洗います。怒られるの、リラ世界で一番嫌いだから、ちゃんとやるよ。オリーブオイルでも使ってみるか。買ってからまだ一回も使ったことのないオリーブオイル。では風呂から焼きます。やばい、料理女子っていいかもしれない。風はね、でも軽く揚げるんですよ、多分これ入れてから軽く。換気扇が、待って、前より全然手際が良いね。前なんかめちゃああみたいな感じじゃなかった、前作った時。
した時になんか親が全部もう貼ってくれた。本当は白タイルだったんですけど、私はまあこだわりなんかどうでもいいので、キッチン周りとかはなんかどうでもよかったんで、親に全部任せたらこうなってました。帰ってきた時フが焼けたっぽいんで、1時あげます。お皿の、お皿に。でこっからさっき切った野菜たちを入れるで。入れます。イエイ。入れたよ。エプロンしてないから料理番組みたい。料理長です。あ、なんかいいね。でももうちょっとなんか人気多くてもよかったかなって思うけど、まあ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 良い感じがします。いい音してますか。いい音がするよ。しなってきました。ちょっとしなってきてない。しなしな。見えないけど、でもこんな感じ。なんかね、ニラとか入れたら美味しそうですけどね。もあ、なんか忘れてるって思ったらさ、ポーク？フーチャンプルって私ポーク入れてたっけ、いつも。え？フーチャンプルってポーク入れてたっけ？ってポーク入ってましたっけ。あ、入れる過程と入れない過程があるのか。そうだ、私は入れる過程なんで。ポーク出てきて。人種だった。ふるさとは忘れないよ。ちょっとキッチンがいっぱいすぎてリビングのテーブルでこう、ちょっと。めっちゃ強火にしてたから。
とポークをちょっくら切ってくるよ。ひなちゃんは。そう、あ、そう、ポークってスパムって別にスパムって商品名だけどさ、みんなポークのことスパムだと思ってるよね。普通の豚肉がよくねって言わないの。そう、チューリップのポークよ。ポークは大事だね。ごめんね、忘れてて。ポークちゃん。ということで、フォークも入れたということで、もう最終段階に入ってまいりたいと思います。ではさっきのフーちゃん入れます。フーちゃん入れて味付けをしていきたいと思います。お、いい感じの見た目になってきたよ。こんな感じ。ということで、まずは本だし、本だし入れます。適当に入れます。本だし入れて、混ぜます。やばい、久しぶりのフーチャンプルーだ。テンション上がる。でも一人じゃ食べきれないから、この量は。また明日何かで食べます。で次に塩コショウをかけます。適当に。塩コショウってさ、マジ大事よね。最近さ、オムライス作ったんですけど、私もうちょっとなんか塩コショウ入れればよかったなって感じたくらい、塩コショウってやっぱり大事ですね。かけすぎもね、体に良くないけどね。塩コショウ大事。ちょっと味見します。極めつけ、上級醤油。醤油はかけるよ。うわ、めっちゃいい匂い、醤油の。あ、そう、この醤油100円ローソン。醤油のいい匂いが。もうできますよ。うわっ、
醤油かけすぎた。かき醤油にしとけばよかったな。まあ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 、まあいいだろう。では最後に卵をかけて完成します。醤油の方が良かったかも。まあいいけど。完成。完成いたしたでござる。卵をかけたことによってね、きっと醤油がまあちょっと薄まったんではないでしょうか。見て見て、完成したよ。あ、33分だ。30分いかないくらいで完成ですね。イエーイ。ちょっと食べてみます。うん、うまい、うまい。あっ、こうまっ。うまいじゃない？もうちょっとポーク入れてもよかったかなくらい。いい感じではないでしょうか。じゃじゃーん、宮里リラ流フーチャンプルーの完成でーす。ウヒーンウヒーンって。完成しました。ショールーム終わったら食べよう。良いじゃないか。良い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 。ということで歌の時間ですか。もう何歌うか決めたわ。これさ、イヤホンさしたらさ音聞こえなくなるんだよね。一回さしてみるよ。聞こえますか？聞こえないでしょ絶対。あ、聞こえる？マジ？じゃあ行くで。トマトキャベツ人参かぼちゃ赤ピーマン
じゃない時も今日も一日夢を信じて頑張ろう。泣かないいっぱい私たちに15種類の長所がある。ということで、野菜シスターズでした。どうでしたどうでしたって。私はね、何着たことあるかな、ナスとなんか着たことあります。ナスとなんか来たことあるね。なんか最近やってましたよね。さとちゃん卒業するんだ。みんな卒業しますね今。みんな卒業しちゃいますね。びっくりだね。本当に。本当だ。動物看護師を目指して勉強したいと思いますって。すごいね。だってね、若いもんね、まだ。高校3年生とかでしょ。そっかそっかって。まあね、でも若いけどね、歴が長いとやっぱりね、次の道とかも考えますよね。考えちゃうよね。それはわかる。ね、卒業発表が本当に多すぎますね。多いね。多いね。あ、43分だ。ということで、この辺でランキング見たいと思います。13位キングスさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で12位がモグセン、あ、勝った。13位がマリモッチさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で12位が虹色の空さん、ありがとうございます。で11位がトシさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で10位がレディオスジンオシさん、ありがとうございます。で9位がケンジーさん、ありがとうございます。で8位がフーミーさん、ありがとうございます。で7位がツインピーマーさん、
ありがとうございます。そして6位がチョロさん、ありがとうございます。そして5位が PM7813、 ありがとうございます。で4位がミーチャーさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして3位がジュンフナさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位が MM ルレースさん、ありがとうございます。そして1位がサクサクさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。パフパフパフ。ということで皆さん2枠目の配信もありがとうございました。ランリーは今から夕ご飯、夜ご飯タイムに入りたいと思います。皆さんもね、なんかね、あの食べてね、いっぱい、コロナもね流行ってるのでね、元気元気いっぱいでね。はい、ということで次は23時55分からの配信になるので、よかったら見てくれると嬉しいです。ということでこの辺で、さよならに、バイバーイ、バイビー。